この3匹をね持っていきたいと思います。と、ヘテロで次の世代に入ると、はい、次の世代の個体が色が濃く暗くなる。で、その栃木まで持っていくっていう。え嘘でしょ。嘘でしょ。はい、どうも、トカゲのおっさんです。今日はですね、動画のタイトルの通りなんですけど、おっさん便の出発の日でございます。おっさん便っていうのはね、僕の店舗で売約してくれたトカゲさんをお客さんのところまで運ぶっていう便ですね。はい、で今回は3匹ですね、3匹のトカゲさんを持っていくということで、一番遠いとこでね、栃木まで行くので、何事もなく終わればね、すごいいいんですけどね。はい、ということでね、いろいろバタバタしてるんですけど、パッキングの方していきたいと思います。ということで、1匹目はラベンダーストライプの子ですね、はい、もう事前に水は飲ませてるので、このままね入れていきたいと思います。久しぶりにこのカップに入ったんじゃない。で、次はハロウィンマスクですね。ハロウィンマスク、ハロウィンマスクさん、おトイレ中でした。出てこんかな。いくよ。よいしょ。はい。はい。で、最後は、ストライプオレオホワイトアウトの西脇さんですね。ない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 。どうした？やだ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 。しっぽふと、こんな感じでこの3匹をね持っていきたいと思います。はい、バッグはこちらですね。サーモスさんから発売されている保冷バッグですね。それに入れていきたいと思います。わー、大丈夫かな。大丈夫でしょう。はい、じゃあ今からおっさん便出発します。はい、おっさん便の寄り道スポットの一つをねご紹介したいと思います。今ね、山口県の宇部市っていうところにね来てます。で、お店がこちらですね。豆田豆蔵さんっていうお店で、おっさんがね、ここのソフトクリームがすごい好きなので、だいたいね、近くに来たら食べます。じゃ今からね、買ってきます。はい、どうぞ。 ありがとうございました。でかっ。これですよ、豆乳ソフトクリームです。350円ですね。それでこの大きさです。これがね、美味しいんですよ。じゃあね、次の目的地に行きたいと思います。はい、ということでおっさん便の配達ポイントに到着しました。ここは広島ですね。お客さんが住んでるとこはここで届けに来たっていう感じですね。で、このお客さんは一度うちに来ていただいて、生態の確認とかもねしてくださってるので、もう渡すだけでね大丈夫な感じになっております。じゃあ今から私に行きたいと思います。お客さん、あそこにいました。久しぶりです。はい、お久しぶりです。一回ね、ライブでね、見ていただいて。今、もうやっとだ。いや、これ、撮り寄るだけ。久しぶりです。ごめんごめんごめん。ケビンの、そうそうそう、出させてもらいました。はい、お久しぶりです。ようこそ。はい、トカゲのおっさん、寄り道スポットの紹介なんですけど、ここは、岡山県浅口市っていうところの鳴滝不動の滝っていう場所ですね。はい、ここに書いてます。で、おっさん便で持っていくトカゲさんの水分補給をねちょうどする時間なので、今から水をね飲ませようかなと思います。はい、今からね滝の水取り行きます。そこら辺から降りてね行きますんで、もしかしたら落ちるかもしれないです。気をつけて。
危ない危ない。くるくるし。舐めた舐めた。おっさん便の寄り道スポットを紹介します。ここは岡山県倉敷市のこちらですね。勝手に触りよる。ネプタイルズプロさんの倉敷店ですね。ここに寄り道します。で、前もってね、連絡はしてて、レオパさんの仕入れもさせていただけるということなんで、何匹かね、仕入れていきたいと思います。で、レプタイルズプロさんは3店舗あるんですよね。なので、今回2店舗お邪魔して、仕入れるっていう感じですね。はい。じゃあ、早速行ってみましょう。で、撮影許可はね、まだいただいてないので、もし、OK が出たらね、店の中もお見せしようかなと思います。こちらの、ノーマルヘテロラベンダーです。ボールパイソン、パステルエンチレオパード、ヘテロラベンダー。この辺が双子さんですね。ハイポスーパーオレンジ。オレンジレザーエクストリームレッドヘテロハイ、このお店まだオープンされてばっかしですよね。1月の頭にそうですね、オープンさせてもらってからっていう感じですね。あのワニさん来られてませんでした？あれはね、徳島なんですよ。あ、そうですか。うち3店舗今あるんで、同じ名前で。なるほど。ここで繁殖された子とかいらっしゃるんですか？鹿飯は今のところ表には出てないんですけど、一応今年からハーブはするとは言ってたんで、安定して鹿飯も出るようにはなるかなっていう感じですね。なるほど。すごい、いっぱい。すごい。え、全店舗で何匹ぐらいいるんですか？最後ですかね。はい、じゃあざっとで。ざっと全部合わせ4,500とかおるんじゃないんですかね、分からんすけど、100以上おるのは間違いないんで。すごい。すごいこの子。大きすぎてすごいね、かっこいい。あんまり大型系は店舗の方で扱ってないんですか？そうですね、うちはレオパさんがメインですかね。はい。メンタースキック小金さん、ケズメリクガメミニプロネタトカゲ、どういう定義なんですか？ノアールデジールブラックアイっていう。大きくなると視力がなくなるっていうふうには、まあ言っても8割方とは言われてるんですけど、っていうふうになるのと、言ったら目の変化っていうところが顕著に現れるものですね。と、ヘテロで次の世代に入ると、はい、次の世代の個体が色が濃く暗くなる。なんでマンダリンとか、ブラックナイトっていうのには掛け合わせるっていう面で見ると、次の世代っていうのを面白く出させることができる種類ですね。
覚がしっかり発達してる子が多いんで、割と餌はバクバク食ってくれるですね。なんでギールの普通の目と どういう風な感じ違うのかな、なんかどう言ったらいいんですかね、この目。なんか、こう瞳が消えてグニョグニョっとした感じの、またあのスネークアイとはちょっと違うタイプの目の出方にはなる子たちですね。ノアールデジールの子はこの子だけな感じですかね。そうですね、表出てるのはこの子ですね。なるほど、分かりました。この子が一応単品のノアールデジールですね。あんまり見ないんで、僕的に数は少ないっすね、あんまり好きな人が一部っていうか、脱皮が本当目ちっちゃいですね。そうっすね、ちょっとピントがピントが合わない。あ、はい、このクラウン G っていうのはどういうあれなんですか？クラウン G プロジェクトっていうやつですね。モルフォとしては言ったら、あのグリーン探知品とか出すやつ の G があの緑化させようっていうののグリーンのーっていうところから来てるんで、割とその渋めな色の緑がうっすら乗るタイプっていうのが多いですね。ちょっと一回り大きめの方が多いんですけど、そっちの方が割と分かりやすいかな。あ、そうですか。ということで、今日はいろいろ見せていただいてありがとうございます。おかげさまでいい子がね、しんどい今から高松店の方に行くんで、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。何かあれば何か、いろんな種類豊富に取り扱ってるので、またあの面白かったら研修のお客さんをよかったらご来店お待ちしてますOK です。はい、はい、ということでおっさん便の寄り道スポットということで、今香川県にある吉間パーキングエリアというところにね来てます。あそこにね、あとでお見せしますけど、あそこにね瀬戸大橋がねあります。めっちゃでかい橋ですね。こちらが瀬戸大橋です。めっちゃでかいです。これ何なんですかね渡るって書いてますけど渡るくんかな。はい、おっさん便寄り道スポットということでここに来ました。香川県にあるレプタイル袋高松本店ですね、やってきました。ここでもねレオパさん仕入れさせていただけるということでね、今から行ってみたいと思います。で、撮影できるかどうかはね、わからないんですけど、もしできたらね、中もね、撮影したいと思います。まあ、どっちでもっていう感じで、はい、なんかこう、ちっちゃいのはちょっと嫌やなとかっていうか、いや、ないですよね。まあ、特にないですよね。はい、ないですよね。でもあれですかね、九州のイベントっていうと、多分倉敷の店長が行ってたやつ、ね、あー、そうですか。うちからは大体関西エリアしか行かんので、あ、はい。で、その栃木まで持っていくっていう。え嘘でしょ嘘でしょ車でそうです、車で下道でまだ3分の1？ そうですね、まだまだですよ。マジっすか。しかも香川寄ってたら相当遠いじゃないですか。はい、今日中に通っていや、全然ハイパクして10日ぐらいかけていくんで。あー、なるほど、はい、いろんなお店を見ながら。そうです、はい。全体大丈夫ですか。すごい、ブラックナイト。本業が駄菓子屋さんなんですか？両方ですかね。一応でも駄菓子屋の方が1年ぐらい早く始めて、いつ頃から？令和元年です。ああ、なるほど。じゃあもう5年4年目。4年目、なるほど、なるほど。で、その1年後に爬虫類ショップ始めたっていう感じで。あ、お店があるんですね。はい、あります。あの普通のなんかね、家みたいなところでしてるんですよ。なるほど、なるほど。九州の方とか来られたことありますか？全然ないっすね。あ、そうですか、もし来ることがあったら。多いんですか、お店？そんなに、どうなんですかね。博多の方とかはやっぱ多いですけどね。
全然関係ないですけど、なんで駄菓子屋だったんですか、はい、やり始めたのか。大体から子供好きなんですよ、僕が。あ、なるほど。はい、なくてっていう。そうですね、もう駄菓子屋はもう儲からないですよ。いや、なんかすごいなと思って、町の駄菓子屋さんとか見てても、なんであれをしてるんやろうと思ってたんですけど、やっぱそっちじゃなくてっていうことですね。そうですね、商売じゃなくても好きじゃないとやっぱできないですよね。はい、今日は、トカゲのおじさんが、トカゲのおっさんか、トカゲのおっさんが、来てますんで、ちょっと動画を撮ってます。なにこのずんぐりもっこりした。かわいいですね。かわいい。埼玉県深谷市っていうとこにある深谷爬虫類館ですね。はい、撮影大丈夫ですか？全然大丈夫です。アニマルタイガーさん出勤日やった。すごい。外で何やってるのかな。うわー。すごい。これね、触りたいと思ってたんですよ。ハゲの肌ですよ。うわー、すごい。